カンタブリア州、カンタブリア州は、スペインを構成する、自治州。かつてと呼ばれたカンタブリア県のみで構成される。州都はサンタンデール。東は、バスク州、南は、カスティーリアイレオン州、西は、アストリアス州と接しており、北は、大西洋のカンタブリア海に面している。カンタブリア州は、カンタブリア海とカンタブリア山脈に挟まれた。 エスパーン・ニャベルで緑のスペインに含まれている。緑と呼ばれるゆえんは山脈に跳ね返される大西洋からの風で強く影響を受ける湿潤な海洋性気候だからである。平均の降雨量は1200ミ、mm、リメートルで、これが豊富な植物の成長を可能にしている。カンタブリアは歴史的には定冠詞のついた大文字のラモンターニャと呼ばれていた。 石ドールスを含む各時代の著述家たちはカンタブリアという名の語源を探し求めてきたがまだ明らかになっていない。一般的にはカントはケルト語やリグーリア語の岩か石、ビアルとはケルト人の地方共通の設備士であるとされている。従ってカンタブリア人とは険しい山脈へ言及した岩の上で暮らす人々または高知人という意味になる。 カンタブリアという名前に研究し初めて書かれたのは、紀元前195年、歴史課題カとは、実書の中で、カンタブリ族、ケルト系か、バスク系とされるの国にあるエブロ川の水源について触れている。その時、以来、カンタブリ族が、イベリア半島内外での多様な衝突において、傭兵として用いられたので、キャンテブリ、または、カンタブリアと、連続して研究された。 シリウス・イタリクス、ブック3、ホラテウス、ブック4ーー、オードフォーティンの記述から、彼らが第二次ポエニ戦争において、ローマと戦ったカルタゴ側に参加していたことは確かである。さらに、彼らはガイウス・ホスティリウス・マンシヌスによって行われたヌマンティア包囲中にも言及された。マンシヌスは、都市の包囲で出世したと言われており、カンタブリ人と学会人、ヒスパニア北部にいた、 ケルティベリア人の一つが彼の援軍の中にいたと知らされたことで危機から逃れられたという。その後の期間の参照の大半は、紀元二十九年に始まった反ローマのカンタブリア戦争と関係している。およそ百五十の参照がギリシャ語とラテン語の文献の中で見つかっており、カンタブリ族の悪評を証明しているのである。彼らの領域は、 現在のカンタブリア州より著しく大きく、カンタブリア海が北の境界で、カンタブリア海の名は、ローマ人がビスケーワンを指すため用い、セルラ・カワタニの生誕が西の境界であった、現在はアストリアス州に属す。南はペイヤーヤ・アマヤの丘取りで、現在のブルゴス県ほど遠くまで伸び、東はアグエラ川に近接するカストロールディアレスまで伸びていた。 ローマ帝国の衰退に伴い、カンタブリアは、西モート族支配からその自治を再獲得した。574年、西モート・をリュービギルド王がカンタブリアを攻撃し、アマヤ、現在は、ブルゴス県を含む南部を落として、勢力下に収め、カンタブリア公国という西ゴートの州を設置した。そこは、カンタブリ族同様にバスコン族を含む国境防衛線、または、 いい目にされたのである。しかし、この非常戦の北で、カンタブリ族は、アラブ人の信仰まで独立を保ち生き延びた。714年、イスラム教徒のアラブ人とベルベル人の混成軍が、エブロ川谷上流を侵略し、カンタブリア公国の首都、アマヤを陥落させた。彼らは自分たちの防衛制度を整備するため、カンタブリア人に、従来の国境防衛線に留まるよう強いた。 カンタブリア人は、初期のアストゥリアス王国に合流した。レコンキスタ初期の年代記において、カンタブリアはまだ地方として認められているように見えた。アルベンデンセ年代記の中で、アストゥリアス王アルフォンソ一世は、アイステパトリ・キャンタブライデュシス・フィリアス・フィート、カンタブリア公ペドロとカンタブリア公の称号、彼の皇国の領域の確認を述べたとある。この時期から、文献となる、 公文書は過労じで、アストリアスという名称によって、カンタブリアへ言及するようになった。アストリアスでサンティデアナ、アストリアスでトラスミエラ、アストリアスでラレードと呼ばれたコマルカの言及において、アストリアスの名が優勢であった。四つの兄弟都市、サンタンデール、ラレード、カストロールディアレス、サンビセンテデラ・バルケーラを中核として、沼地の兄弟会、カンタブリア、 主要都市が抱える艦船の連合を、カスティーリャ海軍の一翼を担った。対外ビジネスにおいて自治が維持され、一部のケースでは、対フランス、対イングランドとの海戦に参加したが創設され、アストリアス東部の重要海港すべてを兄弟会のために結合した。レコンキスタ時代、四都市はアンダルシア再制圧に人と船を派遣し、積極的に参加した。カディス。 エルプエルトでサンタマリアといった海岸の港湾都市へは、カンタブリア海沿岸の港からやってきた一家が再入植した。四都市から来た船はさらにセビリアへの攻撃に加わり、トリアナとセビリアの間をつなぐ橋を破壊したこと、カンタブリアの大帆船、セビリアのトーレデルオロなどでの戦争実績は、サンタンデール、カンタブリア州、アビレースなどの紋章に描かれた。16世紀、ラモンターニャ、 ラマンタナ、産地という名が、一般的な使用法そして文学において広まった。これは、古いカンタブリアを指すものとして、もっぱら半島のメセタ中央部を指していたカスティーリアという名称に相対するものであった。この区別は、現代になるまで残った。カトリック両王の台頭で、沼地の兄弟会は消滅し、ほぼ、カンタブリア全体に等しい四都市の古い兄弟会の、 影響を含め、クアトロビラス、四都市王室大管区、カレミウントドラスクアトロビラズがその代わりを務めた。アンシャンデチームの間、カンタブリア最大の裁判官活区域は、主として、スペインの大貴族、サンヤによって管理された。メンドオサケ、インファンタド公、サンティリアーナ公、マンデケデララケ、アギラールデカンポー公、カスタニエラ博、そしてより小さなベラスコケ、 フリアースコカスティーリア軍総司令官である。16世紀以降、カンタブリアとカンタブリ族に関する研究への関心が再出現した。特にカンタブリ族が占領した領土の正確な位置の問題においてである。18世紀まで古代のカンタブリアの位置及び拡大についての議論は定まらなかった。アウグスティヌスカの神父で歴史家のエンリケ・フロレスデ・セティエンによる ラ・カンタブリアのような地方の歴史の知識について重要な仕事がなされたおかげであった。カンタブリアへのこの関心の歳月と前述の論争の解明と同時に山脈地方での多くの機関、組織と裁判権にカンタブリア人のまたはカンタブリアのという名が受け入れられた。16世紀終盤、薬病の流行を前にして無防備であったカンタブリア人口は以前の1、 十二まで減少するという後退の危機に見舞われた。十八世紀に入るまで、カンタブリアの諸都市は、経済と人口の衰退が長引いた。千七百二十七年、その後カンタブリア州となる地域を統一する、最初の試みが行われた。これにもかかわらず、州としてまとまることはなかった。カンタブリアの散り散りになった土地が小さく自治体として、 実在することで高度な自治を享受したため、よく知られた財源不足と結合し、引き続きカンタブリアの弱点の主因となり続けた。これは、スペインブルボン家の中央集権主義及び、その管理能力の発達により悪化した。ラレードとサンタンデールが競い合った結果として、サンタンデール氏は事実上十九世紀初頭に設置された州の名をカンタブリアとすることが許された。 どちらが、州都になったかは、疑いがなく、サンタンデールが後で、自らの使命を州名とするよう要求したのである。1821年、州議会において、サンタンデール氏側は、州は、サンタンデールの名を保ち続るべきだと答えた。ナポレオン支配に対するスペイン独立戦争の間、1808年から1814年、司教ラファエル・トマス・メネンデスデル・アルカは、 先制主義の強力な支持者で自分自身をカンタブリア摂政と表明しサンタンデールにカンタブリア人軍備を確立した。それはセントラル大地からやってきてすべての山道を移動するフランス軍を交流する目的の軍の一部門であった。軍はフランスに敗退したが司教は将軍フアンディアスポルリエル指揮下のリエバナでの再編を支持し、それを カンタブリア師団と呼んだ。師団はカンタブリア騎兵隊、またはカンタブリア不評連隊のような多種の代替で成り立っていた。18世紀及び19世紀を通じて先祖伝来の共感を共有するカンタブリアという用語の使用に込められた感情は20世紀の間継続し、1936年まではカンタブリアという名称が 政治的な調子を帯びるとは明確な分離主義者とみなされた。事実、その年に共和連邦党はカンタブリア・カスティーリア連邦国家のための自治州を設置しようとした。それは現在のカンタブリア、カスティーリアとアストリアスの近接する地域を含んでいた。スペイン内戦のために自治州設置の案は通らなかった。ファランヘ党が勝利した結果、 フランコ独裁政権下でこれらの努力が片隅に追いやられ、カンタブリアの名の使用が減少した。1963年、衆議会の議長、ペドロ・エスカランティウイ・ドブロは、年代記作者トマス・マサ・ソラーノによって書かれた、学級的な報告書に従い、サンタンデール県に変えて、カンタブリアの名を採するよう提案した。積極的な進展を終え、文から、 賛成投票を得たにもかかわらず、請願はサンタンデール市議会の反対のためほぼ不成功に終わった。カンタブリアは憲法指針の上での権利を要求する基盤を作った。それは歴史的な地域の特性を備えた州のための自治政府を準備したものであった。県議会議員と国会議員から構成された混成会議が1979年9月10日。 カンタブリア自治法令の編成の作業を開始した。1981年12月15日に、コルテス国会の承認後、国王ファンカルロス一世が同年12月30日のカンタブリア自治法令に相当する基本法に署名した。このように、サンタンデール県はカスティーリアとのつながりを断ち、そして当時まで属していたカスティーリアレオンの準自治体制から出した。 1982年2月20日、初めての地方議会、現在は、衆議会が、州の地位となるよう整えられた。その時、以来、旧サンタンデール県は、カンタブリア州として知られるようになり、歴史的ある名称を回復した。最初の地方自治選挙は1983年5月に、実施された。4度目の地方選挙で成立した、立法府。 1995年から1999年はすべての州議会内グループの承認を受け、カンタブリア自治制定法の最初の大きな改革を実行した。カンタブリアは重要な自然資源のある山地と海岸の二つに分かれる。南へ向かうと高い山脈となり、エブロ川、トゥエロ川の流域とビスケー湾へ流れ込む河川流域との間の分水海を 山の尾根が示す。これらの峰は、西部のサングロリオ峠から、東部のロストルノス峠へ、全般的に1500メートルを超える、巨大な石灰岩の塊である、ピコスデ・エウロパも、山地地方の南西で目立つ。これらの頂上のほとんどが2500メートル以上で、そこの地形は、かつてあった氷河によって形成された。メキシコ湾流のために、カンタブリアは、 他のエスパーニャベルデ地域同様にアメリカバーモント州に匹敵する井戸でありながらそれ以上に温帯にふさわしい気温を持つ。カンタブリアは湿度の高い海洋性気候で暖かな夏と温暖な冬を持つ。一年の高雨量は海岸部で約1200ミ、mm、リメートルで山地ではさらに多くなる。平均気温は約摂氏14度である。雪は 10月から3月の間に、カンタブリアの標高の高い地域で頻繁に降る。標高2500メートル以上のピコスで、エウロパの一部では、雪が通年残る高山気候である。最も乾燥する月は7月と8月であるが、雨が頻発し温度が高温に達しないことから、干ばつの発生は知らされていない。カンタブリア山脈の起伏は、州内の微気候へ影響を与える効果がある。 フェーン現象のため、起伏は、スラーダス、アブレエゴ風ともと呼ばれる、特有の気象状況の主因となる。山脈から吹き降りるハエは強く乾燥していて、海岸に近づくほど気温が上昇していく。これが、大気中の湿度と降雨の減少を引き起こす。これらの状況は秋冬に、さらに頻発し、気温は、全般的に、摂氏20度以上となる。火事が、 この種の風でしばしば起こり、1941年冬にサンタンデール市の一部がこの火事の一例で破壊された。カンタビリア山脈の南部では状況が異なり、そこでの風はさらに強く湿度が高く、もっと雨が降る。カンタビリア州の河川は距離が短く、流れが速い。これはカンタビリア山脈に源を発してから海までの距離が非常に近く。 険しく急激に流れが下っていくからである。河川は、エブロ川を除いて、海岸線へ垂直に流れる。河川はさらに、定期的にある降雨のため年間を通じて流量がある。それにもかかわらず、流量の割合は、イベリア半島の他の河川と比較して、小規模ある、年間平均20メートル、S。カンタブリアの河川の流れの急速さが、険しい効果で引き起こされ、 エスパーニアベルデの特徴である狭い V 字国を作る大きな侵食力をもたらす。谷で増加する人口のために人間の活動が活発になることは環境維持の点で障害となり続けるが河川の環境条件は全般的に良好である。州内の主な河川を流域ごとに分類した。イベリア半島を囲むすべての海域に川が流れ込む。 唯一の実習がカンタブリアであることには何の価値もない。海抜0メートル地帯から山脈の標高2600メートルまでの短い距離は、州の標高の変化は植物の多様性と生物群系の多くに結びつく。カンタブリア州はイベリア半島大西洋岸の典型的な植生を持つ。それはオークやヨーロッパブナのような葉の多い落葉樹の森林で、 特徴づけられる。しかしながら、古代に遡る人間の介在が、牛に草を食べさせるのにふさわしい草地や大草原の広い一帯の存在を許し、牧場の生成を助けた。これらの草地は、ユーカリや在来の菓子の植林地が混在している。カスティーリャコーの周辺にあるコマルカ、県都市町村の中間の行政単位、官報を含めたカンタブニア州南部は、 より乾燥した植生へ推移することが特徴である。州内の地理的変異の一因となる、その他の多様化する要因は、地中海の水辺地帯、エコトーンである。エコトーンのために、わずかな湿り気を帯びる、痩せた、石灰岩質の土壌で見つかる時わがしい和なしのような、州内へ特殊な種が育つようになる。カンタブリア州では、植物についていくつかのゾーン分けがある。 これらの特性に加え、コマルカである、ディーバナの特色に研究する必要がある。ここは、地中海性気候に非常によく似た、微気候を持ち、コルク菓子、ワイン用ブドウ、オリーブ栽培が可能である。それらはまだ人間の環境破壊からよく保存されているのである。その他の特色あるコマルカは、中南部の漢方である。ここは、ピレネー菓子の成長に最適であり、 今は工作放棄のため生息地が拡大している。さらに、ヨーロッパ赤松のような新葉樹の大きな再植林が、困るかの緩やかな傾斜において行われている。カンタブリア州は、州としては面積が小さいが、7つの自然公園を抱えている。これらのうちで最も重要なのは、カスティーライレオン州、アストリアス州を含むピコスで、エウロパ国立公園で、 三州が管理を分担している。三島ニャ、ビクトリア、ホイエル湿地自然公園は、鳥類の特別保護区である。カンタブリア経済は、減少傾向にあるが第一次産業を抱えている。畜産部門、伝統的な日々の農作業、生肉部門での活動において、労働人口の5.8%が雇用されている。トウモロコシ、ジャガイモ、野菜、 繊維質食品が農業で生産される。その他に、漁業、亜鉛の採掘と採石がある。第二次産業は、労働人口の30.3%が雇用されている。近年最も生産性を持つのは建設業である。鉄材区、食品製造、化学工業、製紙業、織物業、薬学、産業グループと輸送も含まれる。第三次産業は、 労働人口の63.8%を占め増加傾向にある。人口の大きな集中が都心にあり、重要なものは近年成長している観光である。2007年3月現在のカンタブリアの失業率は8.11%で国内平均の9.44%より低い。カンタブリア州の購買力平和説が21.897ユーロ。 国内は22.152ユーロ、ヨーロッパ連合25カ国では24,500ユーロである。2007年、カンタブリアの GDP 成長は4.1%であった、国内平均3.9%。カンタブリア州には10のコマルカ、102のムニシピオがある。2005年の調査によると、カンタブリア州の人口は568,091人であった。これは、 スペイン総人口の1.29%を占めた。人口密度は206.8人、平方キロメートル、州民の平均寿命は男性75歳、女性83歳であった。同時期のスペイン多州と比較すると、カンタブリア州はそれほど多くの人口移動を経験していない。2007年、人口のわずか4.7%が移民であった。カンタブリアに住む 外国出身者は、コロンビア、ルーマニア、エクアドル、ペルー、モルドバ、モロッコが優勢であった。人口の過半数が海岸部、特に人口約18万人のサンタンデール、第2の都市、トレラベーガに集中している。この2都市は、サンタンデール・トレラベーガ都市圏というコナベーションを形成している。カストロールディアレスの例は興味深い。事実上、 公式人口は2万8千人余りであるにも、かかわらず、州第4の都市とされているのである。これは、ビルバオ都市圏に近接しているため、カストロールディアレスに住んでいない人々が多くいるので、ある。実際の数字は、公式の人数の2倍かもしれない。上記で挙げられた、都市以外に、カンタブリア州の重要な都市は、以下の通りである。カスティーリャ語、スペイン語が、 カンタブリア州の公用語である。同様に EU においては地域の固有言語である。カンタブリア語、エル・キャンタブローあるいはエル・モネタニエスも少数言語として認識されている。カンタブリア語は西部地域では現在も使われているが、東部ではパスコクツバダニにわずかに見られるのみである。カンタブリア語はの地域バリエーションの一つと考えられている。カンタブリア語は 公用語は愚か、固有語としても、法的には、現在も認められておらず、規範もない状態にある。定期的に大きな市場が行われてきたカンタブリアは、品評会や定期誌に注目すると、スペイン国内家畜市場、ヘスースコラドソジーゼスコヤドソのトーレラベガ家畜市場が注目に値す、値タイ牛を使用生産物とするカンタブリアや近接する、地域の、アリト、 あらゆる牛が売買される市場としてはスペイン第三の規模である。カンタブリア中で牛の定期誌や商品を売る典型的な市場は毎週、毎月、または毎年開催されている。多種多様な祭りがカンタブリア州内で行われ、そのうち一部は小村に限られるものがある。しかし、国内外の観光旅行を引き寄せるものもある。 牛の飼育が盛んで、カンタブリア固有種の牛に限定されたカンタブリア、三肉、カーニでカンタブリアは EU の原産地名称保護制度に登録されている。アルコール飲料は、リンゴで作るシードル、オルホ、オルジョ、ブドウカスを蒸留したものが作られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。